では、パギドの続きからいきます。現在のランクが6位。まあ、折り返しぐらいまで来ましたかね、一部リーグの。ということで、じゃあ今回もやっていくんだけど、なんかこれ怪しいケーキがあるんだよな。これ調べていいのかな。私はただ来るべき戦いを備えてコンディションを整えるだけだ。オイラのトレードマークはピカピカのトゲでしょ。ゴザリーションのトレードマークはお口のヒゲでしょ。トゲとヒゲ、オイラたちゲ仲間でしょね。かわいい。じいちゃん、このハンマーを完成された次の日に俺はじいちゃんと一緒に戦っているんだぞ。なるほどな、熱い思いがある。チャンピオンはあんたのことをひどく気にしているみたいだぜ。あ、そうなの。調べる。うわ、美味しそうなケーキ。これを食べれば元気も出そうね。ケーキを食べますか。え、食べてみよう。いただきます。あまりの美味しさに疲れがすっかり吹き飛んだ。え？え？え、何も小細工なし？え？え、いいのかこれは。え、なんかドーピングだったりしない？大丈夫かな？やっていくか。じゃあ今回は、5位かな？次勝てば。はい、レッドデビルズ。君の仲間は一切相手にダメージを与えないように。え、じゃあ怠慢ってこと？なんか特殊ルールっぽいな。はい。あ、まあ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 、あれか、スペシャル技とか全体技で攻めていく感じですかね。軍団じゃん。はい。血塗られし地獄の使い。魔法の力甘く見るなよ。レッツファイト。アイテム使ったりとか、とにかくダメージ与えなければいいのか。じゃあ、あ、本当になんかステージが豪華になってる。仲間絶対ダメージ与えるな。ハンマー、うんうん、物知り、物知りはいいよね多分。はい、ヤトカメック、赤い服を着たカメ一族の魔法使い、ね、740。攻撃魔法以外に攻撃力や防御力のアップする魔法を仕掛けてくるわ。自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくるわよ。分身されるとどれが本物かわからなくなったら厄介よ。大事でもあの赤い服はちょっと趣味がいいとは言えないわね。なるほど。お、バフ。おー、デカデカ。怖い怖い怖い。ちょっと待って、これ後ろ狙うのひどくないか、これ。よし、一回倒す。どうしよう、アイテム使うか。ニワジワキノコ。わあ、でも見破りたいんだよなぁ。6。いて。私に攻撃しろ。おぉ。ジャンプ。フリージャンプしよう。よし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 。で、アイテムじゃない。ののしり、グリーンカメック。え、グリーンカメック、緑色の服を着た魔法使い、最大 HP 740。やっぱ強いな。バーキ魔法以外に自分や仲間ビリビリや透明の状態するような魔法を仕掛けてくるわ。自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくる。分身されるとどれが本物かわからなくなるか厄介。
よし。おお、え、なんか透明になってるの。攻撃が当たらなくなった。これは？パワーブロックか。え、ちょっと物知りしてからクリスチーヌ死んでもらおう。申し訳ねえが。ホワイトカメック、はい。最大 HP740。攻撃魔法以外に自分や仲間を回復する魔法を仕掛けていく。先にやっつけた方がいいかもね。分身魔法使うのは変わんないのか、でも。オッケー、これで全員見破ったわ。よしよしよし、あ、よかった。ちょっと待ってよ、ここちょっと、どうしよう。クリージャンプして、よし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 、あとこいつだけやな。あ、これ入れ替えればいいか。仲間チェンジ、コッペちゃん、よし、助かったぞ。こいつ飲み込めないよな。じゃあアピールするよ。ビール。あ、そっか。そっか。攻撃したらダメなの、攻撃。そうそうそう。ダメ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 。ダメージ与えたらダメ。よし。もう戻れや。よし。よし。よし。あ、よしよし。よかったちょっと、下手したらコッペちゃんにダメージ与えるところだったらよかった思い出して。マリオ、え、あー、クッパだ。わ、ここまで追いついたのか。てか、どうやってここまで来たんだろう。私でも乱入だ。ゴンザレスにはよっぽど敵が多いようだ。大丈夫か。地元で王様ウーロン街来てみた。こんなところでお前と出会ってしまうと。いい機会だ。スターストーンとやらを手に入れる前にお前をぶっ倒してくれよ。冷戦突破戦。今日こそ我が輩の方が強いことを証明してくれるわ。どうしよう。ちょっと待って、仲間チェンジでクリスチーヌにして、で先に物知りクッパ見破る。はい。でもなんでこいつがこんなところにいるの。最大 HP30! 攻撃力3、防御力1、さすがに手強そうね。噛みつき攻撃は毒を持ってるから注意して HP がじわじわと減ってしまうわ。で、ヒップアタックを食らうとコマンドがどれか使えなくなるわよ。ちょっと厄介ね。なんか今やっつけることに専念しましょう。ここちょっとスペシャル技使うか。元気元気。はい。入れ替えよう。仲間チェンジ、これ誰が聞くの。のこ太郎か。コッペちゃんは無理そうだよな。飲み込めなさそうだし、のこ太郎かな。で入れ替えて、ハンマーで、
っと待って、これはアイテム使った方がいいかも。ホットドッグ、キノコそんな持ってねえんだよな。ガードして、よし、なんだなんだ、入れ替えるか。コッペちゃんすかね。飲み込み効く。お、あ、飲み込み効くじゃん、めっちゃめっちゃ効くわ。おー、いいじゃんいいじゃん。さすが長年のライバル、我が輩をここまで苦しめると。で、待って、こうスペシャル使おう。元気元気。いいぞ。いてててて。これで本物かな。はい。あと2。いけるぞ。これで勝てるの。よーし、やったー。ふんがーん。14。むずむず。それでは皆さんごきげんよう。19コイン。キノコ買ってこようかな。5位に上がりました。はい、まさかあんなやつがいきなり出てくるなんてな、ちょっとだけ驚いちまったぜ。意味をするようになったな、ゴンザレス。その目を忘れずに戦うのだ。トゲよりヒゲの方が強いなんてオイラ認めないでしょ。最近おでんのハンマーはかなり調子いいだす。負ける気がしないだす。そろそろこいつとも戦うことになるかな。ちょっと買い物と回復してくるわ。じゃあやるぞ、ランクマン。次はヤリクロ。ジャンプを使わないように。はい、ハンマーだな。はい、暗黒の門番長。お、こやつか。はいはいはい。レッツファイト。ジャンプを使うな。ハンマーだけ。
戻しにしまーす。ちょっと不気味な槍の使い手は最大 HP は20、結構あるね。攻撃力は6、防御力は0、なかなかの攻撃力ね。槍を上に向けているから踏んだりすることはできないね。なるほど。20は結構高いね。はい、4。あとダメージ取りそうな誰かな。やっぱコッペちゃんか。コッペちゃんで飲み込み、ジャンプじゃないからいいよね、飲み込むのは。おー、いいじゃん。お、なんだこいつ、なんか攻撃スカるんだけど、ま、真面目にやってんのかお前。コッペちゃん強えわ。はい、余裕。やったー。なんざま見ろってんだ。4位。ん？あ、メル。またメルだぞ。ウーロン街にある電話ボックスに行け。今度電話ボックスですか。今度は X ってやつがな、ウーロン街にある電話ボックスに行けって。電話ボックスってどこにあったっけ？ありましたね。お前と戦うのが楽しみだ。発音が似てるでしょけど、交換はできないでしょもんね。ちなみにこのヘルメットは母ちゃんが父ちゃんに内緒でお手にくれたものなんだぜ。あれは国を捨てた親不孝者なのに家族はそんなで応援してくれるんだぜ。もっともっと頑張って故郷に錦を飾ってみせるだぜよ。もちろんあんたは強いが一緒にいる仲間も強いな。俺も仲間を変えた方がいいのかもしれないな。あ、なになに、チャンピオンがいる。ゴンザレス、ちょうどよ。一つお前に忠告しておこう。これ以上調子に乗って俺様より目立ってやるときっと後悔することになるだろう。せいぜい命を大切にな。あれ、お前か、脅迫メール送ったやつ。いや、怪しい人物が3人ぐらいいるか、わからんね。私たちを脅迫するなんて嫌な感じね。ん、脅迫？まさかあの脅迫メールはチャンピオンからなのかしら。まあ、あのメールを送ったのが誰であれ、これからもっと気をつけて行動しないとね。最低だな、お前。チャンピオンの風上にも置けねえんじゃねえか、お前。脅迫してるのは事実だったんなら。あ、なんか鍵があるんだけど。倉庫の鍵。闘技場にある倉庫の扉開けるのに。あー、なんかさ、鍵のかかった部屋あったよな。わ。倉庫にある扉を開け。闘技場の倉庫の扉？あっち行け、こっち行けって嫌になっちゃうわね。鍵がかかってる部屋ってさ、ここなんすよ。なんか、え、なになになに？あ、秘書がいる。では、誰がこの中に入ったのかわからないということですね。はい、木梨子さん。確かに中から物音がするのを聞いたのですが。わかりました。あとは私に任せて、あなたは持ち場に戻りなさい。いいですね。このことは絶対誰にも言ってはいけませんよ。なんだなんだなんだ。あなたたちこんなところに一体何のようですか。関係のないところへ近づかないでください。開けるんだけどね。扉がロックされてるのは鍵で開けられるわよ。はい。え、なんか中に誰かいるっぽいんだけど、なんなの。またまたお会いしましたわね。またあんたなの。あんた、あたしたちのことつけてきてるんじゃないの。ひょっとしてこの部屋から聞こえた物音ってあんたなの。
私は物音を立てようなんてヘマはいたしません。どうやら私ではない誰かがこの辺りで何かをしていたようですわ。どかどか怪しいわ。とりあえずここで私が手に入れたものは全ていただきました。あとはご自由にどうぞ。チュッ。いつ見てもなんでことするのよ。かわいいな。この闘技場にいろいろ怪しい場所がありますが、あなた方も上にいる人たちみたいにならぬようせいで注意することも。他にもあるの怪しい場所。あ、でもトイレとかもあるよな。ずっと開かないトイレ。泥棒ネズミ。え、上にいる人、ランキングの上にいる人ってことかな。うわ、着信音怖いんだ。2階へ上がるスイッチを見つけろ。この中にあるってこと？この部屋のどこかにあるっていうの？ちょっと待って。え、ちょっと待って、これ。あ、ちょっと待って、あれ、回転ハンマーって、あ、ぐるぐるすんのか。おら、あれ違う。え、開かない。これで開くんじゃないの、こういうので。違うのか。スイッチ見つけろってなってるけど、ちょっと聞いてみるか。何かの後ろに隠れてしまってるのかしら。え、違うのか。誰だ、コッペちゃんか。上に登れないもんね。違うよね。あれ、なんか後ろなんか変に隙間があるんだよな。んおお、来た。じゃあこれも？おお、あ、バチ。チャージ P。 仲間が次に与えるダメージが増える。あ、スイッチ終わった。はい、上がれるドン。あ、でもなんか鍵がまた必要みたいだけど。チャインをゲット。もう鍵持ってないよね。あ、ここももしかしてクラウダさんか。ここは違うのか。あ、ここは、あ、コッペちゃんもしかして。そうだね。降りて。回転ハンマーか。よし。おー。ちょっと待って、ここバッジが欲しいぞ。コッペちゃん。え、ちょ、え、無理なの？ペちゃん頑張って。よいしょ。あ、よし、耐えた。ハート増える。おお、あ、これあれか、仲間の HP 増えんのか。え、どうしよう。今ナイスで防御つけてるんだけど、ハート、これか、ハート増える P。6か！これはちょっとでかすぎるな。すぐには無理だ。下に降りましょう。はい。え？あ。ここから下に降りればいいのかな。そうだね。よし。
ここに来たぞ。え、さっきと同じと、え、なんか戻ってきちゃった。鍵ゲットしてねえよな。え、なんかあるっけ。え、キラしてる。調べます。あ、では倉庫には誰も入っていないのだ。社長がおるね。社長と秘書、鍵もしっかりかかってました。大丈夫です、私がちゃんと管理しております。おそらくネズミでもいたのでしょう。取られて困るようなものは倉庫に入ってないのだ。でもご苦労だったね。ところでマイケル君についてはどんどん、あ、マイケル、マイケル選手がどこにいたのか未だに分かっていません。それで、あ、規則により選手の登録を抹消いたしました。これでもマイケル選手と我が社は何の関係もなくなりました。少し前から行方が分からなくなっている他の選手も同じ扱いです。今年に入って5人目かね。行方が分からなくなる選手が最近多いな。一体どうなってるんだろうね。中には闘技場の呪いだと噂する者もいるようだわ。私には分かりかねます。とりあえず他の選手たちにはマイケル君を故郷に帰ったと言っておいてくれたまえ。行方が分からなくなった選手がいることはこの闘技場の中では絶対にシークレットだ。悪い噂が広まってたくさんの客や有望な選手が来なくなっては困るからな。分かりました、そのようにいたします。スチャ。ところでユウは優秀なマネージャーだが時々フラッといなくなるね。一体どこへ行っているのかね。それはいくら社長とはいえプライベートな質問にはお答えいたしかねます。それともう一つ、要はスターストーンというものを知っているかね。いえ、そのようなものは存じません。そうかね。では下がってよろしい。おお、社長、それにしても最近はグッドのファイターが少なくなった。しかしゴンザレスだけはパワフルなファイターでなかなかグッドだがな。ねえマリオ、今の聞いた？最近行方が分からなくなっている選手がいるって。てっきりマイケルは引退して故郷に帰ったと思っていたのに。誰かいるのか？え？にゃんにゃん。猫鼻に、にゃんにゃん。なんかキャットか。てっきり怪しい奴がいると思ったわ。社長室調べてえな。ふう、危なかったわね。そういえばガンスのやつスターストーンのことを話していたわね。あの様子だと木の思考はもう何か知ってるんじゃないかしら。とりあえずバレないうちにここを出ましょう。もうちょっと今回ここまでにしようかな。ちょっといろいろね、なんか秘書がめっちゃ怪しいポイント高いわ今のところ。いや社長もしかしたら味方かもしれないって感じやな。いや、あのゲンチャンピオンはあの脅迫するスポーツマンシップはないクソ野郎っていう説が濃厚ですね、自分の中では。お疲れ様でした。